ライプツィヒ行政管区は、ドイツ連邦共和国のザクセン州を構成していた行政管区の一つ。1991年から2008年までの間に存在した。その領域はほぼ旧東ドイツにおけるライプツィヒ県を継承するが、果たす権能は大きく異なっていた。ザクセン州は三つの行政管区で構成されていた。ライプツィヒ行政管区は、州の北西部にあたる地域である。 2008年8月からは、ライプツヒ管理区域となり、2012年3月からは、ザクセン州の他の2つの行政地域とともに、ザクセン州総局に統合された。ライプツヒ行政管区を構成していた軍は、以下の通り、デイリッチ軍デベルン軍ライプツヒ軍、ムルデンタール軍とルガウオシャッツ軍ライプツヒ、行政管区内の独立市は、以下の通り、ライプツヒ、ありがとうございます。